それでは次にですね、富山っ子子育て応援券の対象サービスへのロタウイルスワクチンの、追加について、お話をいたします。この子育て応援券については県独自の事業として平成20年10月から配布をしておるわけでございます。最初をスタートしてから、10年余り経ちましたが、任意の予防接種ですとか、読み聞かせ絵本の購入ですとか、あるいは母乳相談、乳児健診などにご利用いただいておりまして、その利用率が9割近くになっておりまして、大変対象となるご家庭にはご活用いただけておるわけです。今回ですね、厚生労働省の予防接種ワクチン分科会におきまして、ロタウイルスワクチンを令和2年、来年の8月の出生時から定期接種とする方針が、了承されたということを受けまして、それまでの間ですね、子育て応援券の対象サービスにロタウイルスワクチンを追加することにいたしまして、任意の予防接種への支援を拡充するということにいたしました。これまでもロタウイルスの子育て応援券の対象に追加してくれないかという要望あったんですけれども、厚生労働省の分科会でですね、その安全性とかいろんな課題について検討中ということでございましたので、例えば副作用があると困るとかですね、そういう検討の結果をお待ちしてたんですが、いよいよ定期接種とする方針が了承されたということですから、そうなれば、その実施についてはですね、令和、定期接種の開始が令和2年の10月からということになりますので、そうすると令和2年8月生まれぐらいの方から対象になるんですけれども、定期接種の対象とならないですね、令和2年7月までの出生時のについてですね、子育て応援券でカバーできるようにしたいと、こういうことでございます。この子育て応援券への追加については今月の15日から対象とするということにいたしております。かねてからそういうご要望もいただいておりましたので、できるだけ早くですね、子育て負担、家庭の負担軽減にも資したいということであります。2枚目は、ロタウイルスワクチンの、解説でありますから、ご覧いただきたいと思います。私からの説明は以上でございます。